コーゼイアップ。時刻は6時57分です。さあ、次第台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。えー、今朝はジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。はい、おはようございます。うござますろしくお願いします。お願いします。この間、エンタメ開発部ってところの人から言われたんですよ。ええ、須田さんとね、ええ、カレンダーの告知をすると、ええ、ものすごく電話かかってくるんですよ。<laughs> そう。なぜなんでしょうね。なぜなんですかね。えー、えー、日本放送女性アナウンサーカレンダー2020と。2020、ね。そうですよ。はい、今日11月最後の月曜日ですし、はい、来週は12月最初の月曜日になるということで、はい、そろそろですよ。 来年のカレンダー本気で用意しないと間に合いませんよ <laughs> なんでそんなドヤ顔で言うんだよ。上滑りのね。<laughs> カレンダーに関してはとにかくドヤ顔ですから。<laughs> そんなことないですよ。も全力を持ってしてこう売り込んでいかないと。<laughs> 我々、えー。電話やネット、お近くの書店でご購入いただけますんで、えー、詳しくはぜひ日本放送ホームページ、女性アナウンサーカレンダーのページをご覧になってください。お早めによろしくお願い,いたします。ということで、佐今日もよろしくお願いします。なん <laughs> <laughs> だよ、くわかんないけどよろしくお願いします。<laughs> 11月25日月曜日時刻は朝7時を過ぎました改めましておはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です おはようございます。日本放送アナウンサーの新庸一香です。あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップ。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。おはようございます。おはようございます。おうさんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、最初のニュース、こちらです。<noise> 大阪女児誘拐事件、35歳の男がネットで誘い、 大阪市の小学6年生の女の子を誘拐したとしておととい土曜日栃木県小山市の自称派遣社員伊藤と志容疑者が逮捕されました昨日の家宅捜索で SIM カードを抜かれた女の子のスマートフォンなどを発見伊藤容疑者は今月10日頃 SNS で女児と知り合いもう一人自宅に行った女子中学生の話し相手になってほしいと誘っていたということです えー、この事件、今月17日の午前、小学6年生の女の子が大阪住吉区の自宅を出たまま行方がわからなくなっていたということですが、えー、6日後のお23日午後、栃木小山市の交番に駆け込んで保護されたということであります。うんうん、あの、やっぱり今回のね、事件のね、キーワードっていうんでも、SNS、スマートフォンというところで、はい、まあ、あの、見知らぬと言ったらいいんですかね、関係性のない二、うんえー、人が出会、えー、って、 まあ、怒ってしまって一見ということなんですけれども、まあ、どうなんでしょうね。あの、そういった点で言うとね、やっぱりこういった、その小学生であるとか、それ以外の、えね、あの、年齢の低い人たちに対して、やっぱりそのリテラシーっていうのかな、この問題についてやっぱりきちんとね、教えていく、教育していく、あるいはそのアドバイスしていくっていうね、そういう環境を作っていかないと、こういった問題っていうのはこれからどんどん出てくるんじゃないかなと思いますけどね。まあね、気をつけろ、気をつけろと言っても、 やっぱり便利なものだと、やっちゃうしって、また覚えの早いんですよねただ、それに伴うリスクとか危険性とかね、そういったこともあるんですよって、利便性の便利な一方で、こういった問題もあるんですよっていうことをね、きちんと言っていかないと、なかなか理解できないのかなと、だからそういった点で言うと、ですね最近、私、インターネット番組で、16とか17ぐらいの、女性だけじゃないんだけど、男性も含めてね、の方々と一緒に。 一一緒緒にに若い人たちと一緒に番組やってるんですよ、はい、でそうするとね、やっぱりね、えーえー、この SNS の危険性についても、うんえー、その高校生ぐらいになっても、まだきちんと理解できてないという人たちがたくさんいるんですね、<ー>それはずっと子どもの頃から身近にあって接してきた、うんえー、それを使ってきたんだけれども、えー、その年になるまで、ですね、うん、その危険性だとかリスクについては、教えられてこなかったで、ですから本人たちはまだきちんと理解していない、という状況で置かれてるんだなっていうのが、改めて分かったんですよ。これ ねえ高校生ぐらいだと、もう分別ついてるかっていうふうにも思っちゃったりもするんですが、ええ、教えないといけない、分かんないってことですよね、ですから、まあ、今はそういう言い方はしないらしいんですが、出会い系サイト的なものというのも、おーおーその利用に当たってはです、ね、はい、ものすごくハードル低いんですよ。ええ だから、要するにつながるみたいな感じで、はいえー、友達作りみたいな、えーえー、ところに入、えー、すぐ入っていってしまう。はい、だからそれがもう生まれた時から身近にスマートフォンがあるから、うん、ものすごくナチュラルにっていうのかな。うん、自然に入っていってしまうんですね。でもそこには、こういろんな落とし穴があると、えーうん、これっていうのがどこでいったら教えりゃいいんだろうっていうね、まあ親がまずは教えていくしかないんでしょうけれども、えー あの、ですからそういった点で言うと、えーえー、家庭、学校、あるいは地域社会、うん、もうあらゆる場面を唱えてね、はいえー、あの、だからどっかでやればいいとかね、えー、誰かがやればいいんではなくて、はい、えー。もういろんな場面で、えー、そういったメッセージを送っていく、情報でですね、うん、発信していくってことが大事なんじゃないかなと思いますよね。うん。えー、まあ、スマホの、ま、まずそう、あの、何歳になっ たら持たせたらいいんだろうとか、ええ、結局両親が共働きだったりすると、ええ、こうスマホを持たせてこう常時連絡が取れる状態にしといた方が安心なんじゃないかみたいな、ええ、ことまで思ったりもすると、ええ、そうなんですよねどこまでっていうのがねでしかもあのそれこそ共働きだとスマホを持たせるのはいいんですけど、ええ、今度その使い方を教えるっていう機会が、ええ、あの 平日はなかったりなんかして、はい、いやー、これは言い訳みたいになっちゃうんですけどね。で、加えて、あれですよね、それ生まれて言葉を覚える前にもうすでにスマホの操作を覚えていて、YouTube を自分で楽しんでると。そうなんですよ。なんでそうなんですっていうなんか。い <laughs> いや、だってね、あのー、紙でプリントした写真を見て、ええ、うちの子供は、人差し指で、こう、ヒュッ、ヒュッ、ヒュッって、次の拡大したりとか変えようとするんですよ。ええ、<laughs> お前、これは紙でできてるから、あの変え、変えることできないよって言われても、え,え、何それみたいな感じで、<laughs> もうスマホで写真見るのとかに慣れてると、そうなっちゃうんですよね。で、おそらくそのプリントアウトしたものってのはもうおそらくこの、数年以内には、姿を消しちゃうんじゃないかなと思いますけどねなないや。世の中の変化に親の方がついてきてないっていう感じですね。 いいおっしゃる通りですねえーえーえー、大阪女子誘拐事件についてでした続いて C の日本放送ニュースですおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です 今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田慎一郎さん取り上げるニュースはこちらです日韓首脳会談来月開催に向け調整 韓国政府が日韓の GSOMIA= 軍事情報包括法協定の維持を決めた中、日韓の外相会談が行われ、来月予定されている日中韓3カ国の首脳会議に合わせて、安倍総理とムン・ジェイン大統領による日韓首脳会談の開催に向けた調整を開始することで一致しました。 なんか、控え室でちょっと声かけて座ったのが階段だーみたいなことを言い,言い出したりもしてたんですが、正式な階段としては去年9月以来ということに、もし実現すればですか、ね、はい。いあのー、ただですね、声来てどうなんでしょうね。はい、あのー、2週間ぐらいのスパンで見てみますとね、えー、アメリカがその執行ね、えー、ギリギリになって相当プレッシャーを、強いプレッシャーを、どん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 エスカレートし,たしていったという構図が見えてくるんですけれども、はい。ただですね、今回そのアメリカのプレッシャーもちろんあったんですけれども、えーうん ただ、この問題をね、えー、ジソメの問題を理解する上で、非常に重要なポイントが一つあるんですよ。うん。 全く日本のメディアは報道してないんですね。だから、あの、その報道内容というか、はい、なぜこういった韓国が最終的に情報をしたのかというところが、全くの的外れな解説になっているというふうに言っていいんだろうと思いますね。その重要なポイントってのは何かというと、ちょうど1週間前、はいえー、ですから今月の18日に、はい、あの、タイのバンコクでですね、うん、アセアン拡大国防大臣会議というのが開かれたんですよ。えーえー、で、あまりこれは大きなニュースにはなってませんけれどね。はい、で、実はですね、その会議の中で、 中で、えー、韓国と中国がバイでつまり二国間でですね、はいえー、国防大臣の、えー、会,会談が開かれたんですね<ー>でその際にあることが決まりましたそれは何かというとああ、えー、韓中のですね防衛協定が決まったんですよ防衛協定、えー、<ー>ただその詳細については外部に漏れてきてないんですが一部漏れてきたところによればですね、はいえー、まああのホットライン韓国と中国のホットラインをもっともっと強化しましょうと<ー>ホットラインそのものあったんですが、はいえー、それをですね構造的に あらゆるレベルでやっていきましょうということが決められたというのが一部情報が漏れて、伝わってきたんですね。で、こういった一連の動きにもう従前からですね、はいえー、アメリカは気がついていて、そこでそういった会合がもちろんこの、えー、拡大国防大臣会議のですね、うん、日本、アメリカ、中国、韓国、ロシアも出席してましたから、はい、アメリカサイドもその動きを察知してですね、うん、で、その一方でどうも、どうも、これはちょっと裏が確証。 れてないんですけどね。中国との間で要するに自粛米の破棄については報告してるんですよ。要するにこれについては譲歩することなく破棄しますよということでいわゆるその韓国が中国にするよという構図がここに出てくるわけですからそれはどうなんでしょうね第二次世界大戦後七十年間に及ぶ米韓同盟の終わりの始まりみたいなねそういうような意味合いを持ってきてしまうものですからねアメリカとしてはまあ終わりの 始まりというううもどうなんでしょうね中国とアメリカを両天秤にかけるみたいなね、はい、でそういう状況になってきたものだから、えー、アメリカは強硬策、強烈な、えー、プレッシャーをかけ始めたというのが、こう一連の動きなんですよ。えーね、でところが、ずっと見ていくと、ですね、はいえー、何もそのあたりについては全く日本においては触れられてない、そ,ね、そのことを前提とするとね、えー、じゃあ、日本の、えーはい、今度、動きというのも、また違った形になってくるでしょうね。 韓国はこのままでいくと、中国との関係を強化していくよと、ええ、米韓同盟から離反していくよじゃあ日本はどうすべきなのかとそうです、ね、ところというのを考えていかなきゃならない、うん、えー、で、そうすると、ですね、はい、実は数日前に、えー、この情報をです、ね、えー、まあ私はその国防大臣会議の直後に、ですねペンタゴンから話を聞いてたんですけれども、うん、ただ数日前にワシントン・ポストはこれ、すっぱらくんです、どーんと、<ー>でワシントンで大騒ぎになるんですね、先週の週末ぐらいに。はいで ところがそうなっても、なぜか日本のマスコミは全く報道しないというね。ん一体何やってんだろうなっていう感じがしますけどね。えーえー、今回のこのジーソミアの破棄をやめるという決定に対して、えー、まあ、あのー、日本のメディアは基本的に、そのお、輸出管理のお強化に関して、えー、ま、それとこう、二つ組み合わせなんだというような話で書くじゃないですか。えー、でも、今おっしゃってる話だと、結局、ま、あ 全く個別の話であるし、で、かつ、これ、結構前からいろんな積み上げがあったんだって話ですよね。あの、ですから、それはあくまでも建前の話であってね。要するに、韓国が、ええ、アメリカに対するある種のエクスキューズ。要するになぜこうなってるのかっていうのは、日本が悪いんだと。日本を悪者にして、中国との約束を守ろうとしたそうなんです。ええ。その構造、ちゃんと理解しないと、ええ、全貌が見えてこないということなんですね。それ、許し難い話ですね。日本は濡れ衣に着られたみたいなもんじゃないですか。そうなんです。 だから、そういった点で言うとね、要するに、え、これ、どう考えたって理不尽でしょ要するに、輸出管理の強化は、だったらそれが不満だったらね、はい。それはそれで正々縮小、進めていきゃいい話だし、はい。それにジーソミアを結びつけるっていうのは全く次元の違う話。無理筋ですよね。無理筋なんですよ。おそらく韓国もその辺は理解はしてるんだけども、はい。そう押し通していかないと、うん。あの、対アメリカに対して、いきなり関係切るわけにいかないから、対アメリカに対してですね、え、立場がなくなってくると。 いう状況だからそのアメリカと中国ので自らうまく立ち回ったつもりだったんだけども、はい、そのねアメリカと中国の、えー、まあ両方からですね、えー、攻められるという状況になってしまったのではないかなと思いますねうん。これで結果的にジーソミアの破棄をまあ延期するという形になったということは中国に対しては約束を履行できなくなるということじゃないですか。これ許すんですか中国は、えー？ですから韓国としては今後あれでしょうね、えー、中国に対しては、はい、いやこれは、えー、継続ではなくて当面の、うん 延期なんだと。と覇破棄の延期なんだと。えーえー。だからこれずっと言ってるじゃないですか、今回。確かに。あれは中国に対するメッセージなんですよ。ああ。なるほど。なんか、あのー、日本の解説だと、自分たちのメンツだとか、あるいは国内向けだみたいな話もあるけど、えーえー、それ以上に中国が怖いというか、中国に対しての。えー、約束守ってないわけですから。うん。えー、いや、でも、そう考えると、これ、どうなんですかこれはムンジェイン政権に得意なもんなのか、それとも韓国という国はもう、おどう政権が変わる そっちに行くのか まあおそらくね、後者の方だと私は思いますよね。そうですか。あの、ですから、韓国っていうのは5000万人しか人口がいない、これ、経済問題に関して言うとですね、中国マーケットをですね、抜きにして、中国市場を抜きにして、韓国経済成り立たないんですよ。日本のように内需を当てにできない。そうなんです。あの、だからそういった点で言うと、やっぱり中国から、えね、あの、冷たくされるというのは、韓国のその経済にとってもですね、一番厳しい状況になりますからね、そういった点で言うと、その中国に接近を果たすというのは、 そういった中で、えー、米韓同盟、あるいは、えー、日本と韓国の関係っていうのは重いだというのが、これは本音なんですよ。はあ なるほど。でもそうすると日本にとっては、ね、じゃあ今、ね、38度線が一応のその均衡点となっている、ね、まあ、いわゆるその昔でいうところの東西冷戦の名残があるわけじゃないですか。ね、それがじゃあ、こう、下がってきて、ね、島海峡が最前線になる可能性だってあるわけですよね。ねで、加えてね、えー、その韓国のアメリカに対する不満というのは、はい、ええ、要するに中流負担費の増額っていうのが、 10倍ぐらい上がるのかなええと、言われてます。5倍とか10倍とか言われてますね、えー。言われてますよね。えー、で、それに対する韓国のアメリカに対する不満、まあ、それに対してアメリカがですね、払わないんだったら、一領土端撤退するぞぞ。はい。え中間米軍の撤退だって言い出してると、今、飯田さんが言われたですね、<ー>その38度線から津島海峡に下がってくるという状況も考えないといけないということですよね。それが現実味を帯びてきますね。 えー、そしてもう一つですけれども、まあ、各市一面トップ、これというところが多いですが、ローマ教皇が長崎広島で核廃絶を訴え、呼びかけました。えー、来日中のローマ教皇ですが、えー、長崎と広島を訪れております。長崎の爆心地公園では、核兵器や他の大量破壊兵器の保有は平和と安定という望みを叶える回答にはならないと述べました。また、広島では戦争のために原子力を使用することは犯罪以外何者でもない。 え、いうふうにも述べております。まあ、今日こう、こういったね、えー、核廃絶についてっていうのは、まあ、前々から、うん、ああ、言及があったところですうん。あのー、ただ使用だけじゃなくてね、はい、抑止力としても、核兵器も、これ犯罪だと。ええ、はい。抑止力についてもこれ否定したっていうのはかなり大きな意味合いを、 持ってるのかなと、えー、そういった点で言うと、はいえー、一宗教指導者ということに加えて、ですね<ー>やっぱりキリスト教国、ね、キリスト教の、えー、国々にとって、ですねやっぱりこれ大きなメッセージになっていくのかなと、ただそれに対して現実問題として、翌週間で否定されてしまうとというのが、はい、現実の政治とやっぱりこの宗教との間のこのせめ合いというのは出てくるのかなと思いますけどね。平和とということで言うこで 実験の抑圧とかいろんなところっていうところで、一方で中国の北京政府とは関係改善を図ってるんですよね。そうなんで、すねそれに関して言うとね、今回ですね、ローマ教皇が環境問題について言及するんではないかっていうね、当初見方もあったんですよ、温室効果ガスの問題ですね。これについては来月ですか、スペインで COP25 が開かれますよね。 その前段として、ローマ教皇からのメッセージ、そして COP25 が、えー、これ中国が、はいえー、今度主導権を握りますから、えーで、そのとの連携というのがですね、えー、ちょっと注目されるのかなと思いますけどね。はあ、そこ連携しちゃいますか。えー、あのー、ですから、今回そういったメッセージは送らなかったけれども、ローマ教皇はですね、現在のローマ教皇は、えー、その,この環境問題について相当造形が深くて、積極的な発想を持ってるんですよ。なるほど。えー、まあ、きちんとね、その中国が全体の3分の1以上を 効果出してるとか、えー、そこに言及していただければいいんですけど、ね、世界最大のハイス国ですからね環境を専門にする人って中国に関してあんまり言わない人が多いんです全くないですね <laughs> なんだじゃねえあれ <laughs> えー、この時間ジャーナリスト須田新一郎さんとお送りしてまいりました日本総出を聞きの方この後も須田さんにお付き合いいただきます日本放送飯田浩司の OK 工事アップ教えてニュースキーワード 7時26分です。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いて、教えてニュースキーワードです。<noise> 所有者不明の土地。今朝の産経新聞一面トップはこの記事なんですね。はい 土地の所有者に貸す固定資産税について所有者がわからない場合でもその土地で居住や商売をしている使用者に課税できるよう政府与党が地方税法を改正する方向で検討していることが分かりました使用者、あ、所有者不明の土地に住むなどして使っているケースなどがあり固定資産税を払わずに土地が使用できるという不公平な現状を放置できなくなった格好です まあ所有者不明の土地、いろんなところで問題になりますが、税金の面でもということなんですね。ですから、本来得られるべき固定資産税が入ってこない、つまり取りっぱれが生じているということが問題なんですけれども、これね、実は考えてみますとね、地方自治体の税収、直接入ってくるですね税金に関していうと、トップが住民税なんですよ、2位が実は固定資産税なんですね。そうううなんですね実を言とと位が税い形 になってるんですけれどもうでそうすると、その、えー、地方にとってですね、えー、やっぱりこの固定資産税で、しかもこれは紐付きじゃありませんから、はい、入ってきたお金を自由に使えるということなんだけども、えーえー、これがどん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 先細りになっていくとなると、地方財政に大きな大きな影響を及ぼすということになるんですね。えー、ですから、これをどうしたらいいのかという問題っていうのは、かねてから地方から寄せられていたという、そういう経緯が あるんですよ。ただ、これ考えてみるとですね、やっぱりあの、相続の問題、その時にですね、やっぱり高くて、相続税が高くて払えない、あるいは、まあ、相続するにあたってですね、バランスを考えてみると、どうもこれ相続しない方が、金銭的な負担は少ないんじゃないかということで、相続放棄になるケースが多いわけなんですね。放棄したんだから、じゃあそこを明け渡すのかというと、そうではなくてそこにね、住み続けるみたいなね、あるいは、 利用し続けけるるっててていうね、はい、ケースも出てきてるわけなんですよ、うん、でそうすると、そうなった時にに、実質、ええね、的な所有者的な存在なんだから、はいで、しかも相続放棄してるがゆえにですね、えー、まあ、固定資産税払わないっていうのは、これどう考えても公平だろうという,、うん、というところでこういった議論が出てきてるということなんですよね。うんうんまあるる意味これは現状に合わせる形 ということになりますよね。ね今使ってる人にということ、ね、そうですね。あのー、ですからそういった点で言うと、うん、えー、まあその使ってる人が実質的な所有者なんだから、はい、ね、えー、その人たちに払ってもらおうじゃないかと。 これは非常にですね、合理的な考え方だと思いますよね。でそしてもう一点あるんですよ。はい、これ何かというと、うん、えー、まあ、あのー、面積としてはそれほど大きくないんですけれども、やっぱりね、これ考えてみるとね、えー、まだそういった状況が残ってたのかと思うんですが、えー、あの、戦後の混乱期にですね、はい、あのー、まあ、元々の所有者に断ることなく勝手に住み着いたり、あるいは所有者はいるんだけれども、えー、あのー、要するに、えー、地的っていうのがあるんですよね。はい、えー、規模ベースですから、日本の ののの不動産のえ所有権とベースで行くんでんすが、うん、じゃあ、その、登記簿上の所有している土地はどこなんだというんで、えー、その地図みたいなね、構図っていうのが出てきて、はい、で、それをベースに課税されてるいわけなんですよ。えーえー、で、ところがですね、えー、戦後の混乱期に、うん、その、本来だったらこの構図上のこの土地の上に、うん、え住んでなくちゃ、あるいは商売やってなくちゃいけないのに、はい、ずれたりなんかするケースが。うん あるんですね。はい、ええー。で、えー、ところがそれがもう70年ぐらい経ってるもんですから、はい、建て直したとか、あるいは、ええー、せい、ね、土地の整備だとかを進んでって、うん、その、要するに、本来だったら、えー、固定資産税のベースになるべき不,不動産等規模とは違ったところにですね、うん、ええー、まあ、あのー、住んでたり、ええー、利用してるケースがあるもんですかこれ固定化しちゃってるんですよ。で、えー、これどうすんのと。<laughs> どうすんのと。うん、そのうち所有者自身も、ええー、亡くなったり、はい、えー、不明になったりしてですね、えー、それも、 分からなくなってくるという状況もあって、ですねこれ、一旦ですねリセットする必要がある、そ,その一方で、紙ベースの投え陶器ねシステムというのも、今、ようやく電子化がどん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 進んできてるんですが、それを移行するにあたってね、このあたりをきちんと整理する必要があるんじゃないかなと思いますけどね。そうですねあの結構、災害なんかが起こった後の復興とかでも、これがネックになって進まないっていうケースもあったりしますもんね、所有者が誰なんだか分からないとか。 だから勝手にね、利用するわけにいかないということは出てきちゃいますからね。で、それからあと、相続税が支払いきれなくなって、え物のうというケースもこれもまた出てくる。じゃそれはどうすんのという問題も。これは、ま、あの、所有者不明地ではないですけどね。これがどん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 増えてくるとなると。そうですね。で、これ国有資産になってしまいますからね。そうするとまた固定資産税の対象外になる。じゃそれはそれでまた、え地方にとってっていうことになるんですね。確かに。え えー、今日のキーワード、所有者不明の土地でした。Okay. 時刻は7時35分です。さあ、メール、ツイッター、様々ままニュースについていただいております。はい、え横浜中区51歳会社員の方、え大阪の女の子、まずは無事でよかったです。うん、昨今 SNS 絡みの事件が多いんで、要所要所に防犯カメラの設置を進めた方がいいんじゃないかと思います。手がかりは多い方がいいと思うのでと。うん そうですねあの防犯カメラはあの明らかにですね犯罪抑止の効果がありますからね、えー、とはいっても、ですね、はい、全国的にすべて設置するとなると、またコストの問題もありますからね、これ、結構お,やお店で、ね、設置しているところが多かったりとかしますけど、そういうのはお店単位での保存になるので、こうなんかあったときに、一個一個集めてくるのは結構大変だってう、えー。あと、肖像権の問題もありますからね。そうですすよね、えー、さあ,あご意見おお待ちしております Z I コージージアットマーク とこ,ですこの後は鈴木杏樹のいってらっしゃいをお送りします。今週のテーマは間違いやすい日本語についてです。Okay. 7時42分です。お送りしております日本放送飯田康事の OK 康二アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田康事と、新庄一香がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。お願、はいします。お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ <music> 香港区議会選挙、民主派が圧勝。 政府への抗議デモが続く香港で、昨日4年に一度の区議会選挙が実施され、投票率は過去最高の71.2%でした。中間集計で民主派が300議席を獲得したのに対し、親中派は40議席にとどまり、デモに強硬姿勢で臨む香港政府と中国習近平指導部に民意が明確にノーを突きつけました。 まあ選挙前は親中派7割、民主派およそ3割ということだったので、ええ、え大きくひっくり返ってきているぞということですね。そうですね。まあ自滑り的な対象ということになるんでしょうけども、ただ、区議、うん、会議員っていうのはですね、まあほとんど何も決定権がなくて、はい、えー、まあ町内のなんか顔役みたいなね、はいえー、そういうような役割のようなんですよ。なんか要望をちょっと伝えるとか、そのぐらいなんで、ね、うですね。あのー、ですからこれで何かね、物事が決まるとか、えええー、何かですね、状況が変わるとかって とていうことはないんだろうけども、さっき飯田さんが冒頭言われたようにですね、そういった意味で言うと、民意をね、きちんと伝えると、今の香港のキャリー・ラム含めてね、行政府に対してはノーだと、そしてその裏にいる中国共産党、中国政府に対してもノーだということはきちんと民意が示されたというところも大きいだろうと思いますしね。で、加えてこの圧勝というか選挙結果が出る直前に、やっぱりアメリカで、アメリカの議会がですね、香港人 民,権民主主義法案、はい、えこれの可決が、またちょっとトランプ大統領ね、署名しませんけれども、えー、この可決が、えー、行われたと、可決されたということが、ですねやっぱり大きく背中を押したんだろうなと、そういうことが言えるのなんか、あの、まあ、デモが特に、まあ、香港、中文台だとか、理工台で激しくなってきたあたりで、はい、そのデモ隊が暴力を振るっていて、それで市民の心が離れてるんだみたいなことを、解説する、まあ、中国専門家と少数 な方々がいいいっぱましたけれども結局、民意はそうじゃないじゃんって全くうですよね。むしろですね、あの、YouTube 等々含めてね、動画がどん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 拡散している、それを見てみますとね、ぜひ、見てないラジオの皆さん、見ていただきたいんだけれども、やっぱり大学校内で、もう完全にね、あの、なんですか、警察に対して屈服してるというかですね、もう逮捕されますよという姿勢を見せてる、そういう学生に対して、この硬い靴でね、顔を思いっきり踏んづけるとか、あるいは 背中、背骨のところをですね、ええ、ま、警棒で殴るとか、という状況がもう出てる。もうこれはですね、虐殺みたいなね、状況になってきてるんですよ。で、それに対してやっぱり市民は、あの、危機感、強い危機感を持っているし、学生に対するシンパシーを持ち続けてるんじゃないかなと。ですからね、やっぱり今回の、ええ、区議会議員選挙、区議会選挙の前段で、ああいった強行策を取ったというところは、逆の方向に出てるんじゃないかなと。やっぱり うん、民意はですねむしろ、はいえー、行政庁からですねどん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 離れつつある、うん、むしろ、えー、どうですか、このね、えー、40議席を取った、はい、ということ自体が不思議だな、えー、と思いますけどねまあ、これ、現地のメディアなど、あるいは記者の人が伝えてる、なネットなどを見ますと、えー、おなんか、えたの知らない投票箱が運ばれてきて、これの中身を調べろなんていう話になり、えー、周りでこう監視してた市民が、そんなえたの知らないもの 受け取れないって言ってて言、ええととしたりとか、ええ、あるいはあのー、投票しに行ったら、すでに午前中に君の名前は投票されてますとか言われて、ええ、なんじゃこりゃっていうような、ええ、ちょっと選挙そのもののこう、ねえー、どうなってんだというところも報道されてますね。うんあのー、ですからね、そういった点でいうと、ええ、その中国国内においてはね、はいえー、その種の民主的な選挙って行われてないわけじゃないですか。ですから、その民主的な選挙をです、ね、どうやってコントロールできるのか。 がないんですよだからそんなあからさまな、はい、バカなやり方をですね持ち出したんじゃないかなとで、それももう一つの、えー、なんていうのかな、えーまあ、ミスはですね、はい、そういった状況というのが、必ずツイッターであるとかで、動画で、うん、拡散されてしまうと、うこの辺を甘く見てますよね、中国サイドは。ネットトもコントロール まあ、コントロールがありますもんね、中国はね。ええ、だコントロールできるもんだと思いきや。ええ、そうじゃない。だから、そうじゃないというね、ことを甘く見せたんじゃないかなと。で、加えてですね、ええ、やっぱりこの、香港民主、アメリカにおけるですね、香港人権民主主義法案がこれ、成立しましてね。はい。どうもやっぱりですね、ええー、まあ、アメリカの香港に対する最恵国対応が外されるということが、どうも確実になってきた。はい。という状況になってるんですよ。はいええ、で、これはですね、私まだ未確認なんですが、うん、ブルーンバーグが報道したところ、 によると東京都の担当者が、香港にです、ね、いる金融機関に対して、えーえー、東京に戻ってきませんかと。 あの、東日本大震災の以降ですね、東京から避難したえ金融機関がいく,いくつもあるんですよ。ですから、そういった金融機関に対して、東京に戻ってきませんか、拠点を移しませんか、ただ戻すんじゃなくて、拠点を香港から日本に戻しませんかというところをえまあアプローチしてると。で、これに対してかなり前向きになってきてるんです、今え。香港のえ在住のですね金融機関がね。そうなると、やっぱり香港のその金融センターとしての役割っていう のもね、はい、相当これ危うくなってくる。うん、で、これを中国サイドどう見るのかというところが言えるんではないかなと思いますよね。ええ、あの、金融機関周り確かに取材しますと、それこそ今、基本的に香港、在宅勤務のような形にもなっているし、ええ、で、長期出張っていう形で、東京であったりとか、シンガポールであったりで業務をしてることも多いんだけど、ええ、これ長期出張っていうのが一つの布石であったりとかっていうのも、もうかなり言われてるようですね。ええ、あの、ですから、在宅勤務ってことは、えー、店舗はクローズドしてますからね。はい ま、ええ、まってだからそういった点でいうと、実質的に金融機能は麻痺状態に陥っているというのが実態ではないかなと思いますねうんこれをこうまさにその中国がどう見るかその、習近平政権は反腐敗っていうのをやってて、その一つのまあポイントが香港であるってことはまあ見抜いてはいると、ええ、ただここ潰しちゃうと、広範囲な影響がありますよね、ええ、本土のいわゆる赤い官僚、貴族たちに対して。 もう1点もです、ね、やっぱりね、うんえー、そういった金融機関の動きを見てみると、はい、これ、事実上の、えー、内戦状態に陥っていると、えー、つまり戒厳令こそ施行してないけれども、敷、ね、いてないけれども、はい、ただそういった状況にあると考えてもらってもいいんじゃないかなと思いますけどねうんうん、まあ、あとはトランプ大統領の指名を残すのみですが、仮に署名しなくても、もう一回議会で大、そうですね、採決すれば、それで通ってしまいますから、まあですからトランプ大統領としても、 署名するだろうでそうなるとね、はい、日本のスタンスなんですよ、来年、習近平国家主席が国賓待遇で、えー、来日するという状況、このままね、はいえー、容認していいのかどうなのか、進めていっていいのかどうかという問題、やっぱりね、これは考え直すべきではないかなと僕は思いますけどね、うん、先週あたり、先々週ぐらいからようやく各政党が、非、まあ、難決議であったりとか、談話みたいなものを出し始めましたけれども。 まあ、遅いですよね。遅いし、弱いですよ。弱いですよね、えーえー。各国政府、特に西側先進国はですね、えー、相当強烈なメッセージを出してみたりですね、いろんなその条約、協約の中国との間のね、うん、え見直し作業に今入ってるという状況ですから、はい、まさにもう天安門前夜になってることはこれ間違いない。うん、それにもか,かわらず日本だけがですね、はい、相変わらず同じような、ね、平時と同じような、えー、状況で、えー、中国とのその関係を、えー、保っていくっていうことは、これ国際社会の中で日本が孤立するということ にもかかねまませんから、ねうんまあ今までは台湾ドアオープンだって言いながらちゃんと言いたいことは言ってきたわけじゃないですか。ね、どうしてここへ来て変わっちゃったんですかね。うん、やっぱり、あの、官邸の方針が、えー、変わったということは言えるのかなと思いますよね。それまでは、その、少なくともね、はい、安全保障と経済問題っていうのは、えーまあ、バランスをとって、えー、イコールでやっていこうと。要するに安全保障問題でぐーっと今後退していって、経済一本やりなんですよ。対<ー>中政策っていうのは。うん。だからそういったのを考えると、はい 安全保障問題に対して消極的になったという方針転換、うん、これが、えー、ここへきて果たしてそれでよかったのかどうかというところになってきてると思いますけどね、うんうんえー、香港区議会選挙、まあ、この結果から、まあ、日本の中国の関わり方、あ世界の目、を、えー、解説,解説をいたただきましたこのコーナーを含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホーームページご覧ください 時刻は7時52分です。ここで番組からスペシャル企画のお知らせです。12月9日月曜日からの1週間、OK、コージーアップは。令和元年のの現場こビジさ、はい、なんか <laughs> あれだよねロイヤルな感じの <laughs> 番組が始まるのかっていうような,がちっ、ね、なんかすごくこうお料理とかもしだしそうですよね本質アルバム的なのにおっしゃる通りですよ <laughs> <laughs> <laughs>、まあ、令和が始まったのは今年であるということで、えー、今年ですね私が実際に取材した現場を振り返って改めてお伝えしていこうと思う1週間です、はい、まあ,あ令和に改元がありました祝賀オンレストギパレード言語発表の会場もなどと、えー、そして台風豪雨で被害を受けた地域もありました千葉 福島の生の生声、えー、そして、さらに来年は東京オリンピックパラリンピックもあります会場続々出来上がってきて、えー、そこに対しても取材をしましたそれからラグビーワールドカップについてもね、えー、にわかですよ完全なにわかですけれどもいろいろ取材してまいりました、えー、そして私だ、だそして新業さんが実際に訪れた現場をお伝えする1週間ですがプレゼントもあります、はい、千葉のコージー米500キロ。 令和元年のおいしい千葉のお米5キロを1日20名5日で100名つまり5 0 0キロ、0 5トンのプレゼントであります12月9日月曜日からの1週間は OK コージーアップ令和元年飯田の現場にご期待ください あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。ニュースについてもね、いろいろいただいてますんでご紹介しましょう。西東京市光吉さん65歳、パート勤務の方。えー、今回のジーソミアの問題、韓国の一人芝居、マッチポンプじゃなかったですか韓国がいろいろアプローチをかけてくる中、日本政府は一致団結、毅然と対処していたのは良かったと思います。これからも韓国は資産、凍結資産の現金化など、日本に揺さぶりをかけてくると思いますが、毅然と対処すればいいと思いますと。 非常にこう流動的に大きく大きく動いてますよ、はいで、加えて今回はやっぱり韓国の,その、えー、アメリカに対する裏切りみたいなね、そういう状況が見えてきたわけですから、はい、まあ日本としてはで、じゃあ韓国をそのまま、ね、切り離していいのか、その陣営に留めるべきなのか、うん、重要なです、ね、重大なところにいると思いますけど、ね、うんそういうこうまあ損して得取れじゃないけど、大きな映画を描きながら考えていかなきゃならないたただきました今日と。 どうもありがとうございました。したお送りしてまいりました。OK コージーアップお別れの時間が近づいてまいりました。まずはプレゼントご当選の方発表です。はい、番組オリジナル防災アルミブランケット三人の方にプレゼントです。新宿区山西康二さん、千葉市中央区岩瀬淳一さん、町田市菅野紀之さんご当選です。おめでとうございます。おめでとうございます。 明日のコメンテーターはジャーナリスト有本香織さんですそして夕方6時からのザ「ザフォーカス今日のコメンテーターは産経新聞論説委員長の乾雅人さん登場となりますこちらもぜひお聞きください、えー、今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんとお送りしてまいりました須田さんどうもありがとうございましたいろいろメールいただいたんですけど、ねえー、こちらあの小山の,あの、ね、大阪の女の子の発見がありましたが この発見された小山市の犬塚交番というところ、私の自宅から一番近い交番です。 えー、結構、人けのないところなんですけれどもとで、この容疑者宅と交番の間には水戸線という JR 線が走っていて、うん、で踏切はなく、高架橋を渡らなきちゃいけないと、うん、で高架橋は実自動車専用で、歩行者は見たことないんですが、うん、雨の中、靴なしの少女が上がるというのはなかなか考えにくいんだけれども、上がったことで高い所から見て、交番を見つけられた可能性もあると。 と思いますとで犬塚交番におまわりさんがたまたまいたというのも良かったというふうにいただきました、うん、ま現場にいないと分かんなことっていっぱいありますねそうですね見つけようと思ってもなかなか交番って見つからないですからねそのあたりもね、うん、じゃどこ行ったらいいのかっていうことを情報が発信した方がいいと思いますね確かにそうですね、うん、だそういうのもまあ日々教えていかなきゃいけないぞ、ね、子どもにはね、えーうん ええー、というわけでこの時間の相手日本放送、飯田浩二と、津田新四郎と、新庄一花でした。沖昼日本放送、この後は、柿花正し、あなたとハッピーです。この後は、柿花正し、あなたとハッピー。